っていきたいと思うので、MC 短めなんですけど、改めまして三つ編みのゆりと言います。さっきどこまでがあれ、あの名前なのって言われたんですけど、三つ編みのゆりっていう名前でやってますので、よかったら三つ編みのゆりで検索してもらったり、またあのホームページにライブ情報とか載せてたり、1月3日にワンマンライブがあります。チケットも持ってきているので、よかったらね、あの後ろの机に私の CD とかと一緒にチラシも置いてあるので、よかったらチラシだけでも持って帰って、また遊びに来てくれたら嬉しいなって思います。次の曲は34という曲です。自分のもう亡くなってしまった大事な人のことを思って作った一曲です。34。
ありがとうございます。34でした。時間も早いもので私はあと1曲なんですけど、男自慢まだまだ続きます。たくさんのアーティストが歌ってくれるので、よかったらお時間許す限り楽しんでいってもらえたらと思います。で、さっきも言ったんですけど、私1月3日にワンマンライブがありまして、今日チケットも持ってきております。今日ね、たまたま偶然出会った方とかも何かのご縁だと思うので、またよかったら会いに来てもらえたらと思います。最後の1曲は人間動物園という曲を歌いたいと思います。毎日なんかこの人間社会というか集団社会っていろんなルールがあって、もちろんそれを守るのが当たり前なんですけど、あまりにもそれにとらわれすぎてなんか肩身が狭くなっちゃうことってあるよなと思って、そんな中でも人間みんな一人一人自分の人生があって自由に生きる権利があるぞって思って作った曲です。皆さんの心に届いたらいいなと思いながら、最後心込めて歌いたいと思います。人間動物園。ありがとうございます。